遊泳パイロットへ、模擬船任務のフェーズ1を達成しました。の解体です。地層の破壊は EIC ダスト汚染の発生につながります。そのために投下されたマシンは一刻も早く解体しなければなりません。作戦エリアに入りました。作戦目標、地層破壊マシンを解体し、エリア施設の安全を各光学迷彩ドローンが間もなく稼働停止。オートパイロットを開始先管制システムアクティベート完了。ドローンを放出。地層破壊マシンが10秒後に投下されます。ドローンを放出。光学迷彩が停止されました。敵とは追いをかけた。ドローンを回収。ドローンを放出。光学迷彩が地層破壊マシンが10秒後に追いかけます。ドローン、地層破壊マシンが、地層破壊マシンが10秒後に追いかけます。使用できません。地層破壊マシンが動かされました。鉄道にチャージ中。敵の撃墜を確認。停止されました。ダブルキル。光学迷彩が起動されました。鉄道にチャージ中。敵の撃墜を確認。地層破壊マシンが10秒後に到達。地層破壊マシンが火災によりダブルキルした。地層破壊マシンが投下されました。現時点では アシスト戦果を確認。使用できません。ドローンを放出。地層破壊マシンが2カ月後に解体されました。アシスト戦火、地層破壊マシンが増加されました。ドローンを放出。エース10秒後に投下されました。鉄道リチャージ中。ドローンを回収。